つつみこん神社は、大阪府門真市にある神社である。まむた包みの鎮守として創建されたもので、縁起式神明朝に記載される、式内社であるが、門真市内には、つつみこん神社が2社あり、どちらも式内社と称している。門真市、宮野町のつつみこん神社は、淀川の支流、古川の南岸のかつてのまむた包みの際に鎮座する。旧社格は孫社。祭は彦。 八世寺命、菅原道真である。マムタ邸築像に、関係の深いマムタ氏が、包みの陳述として祖神、彦、八世のみ命を祀ったものと伝えられる。平安時代中期に編纂された、演技式神明朝には、河内国マムタ軍御座の第一位に列せられ、門まで唯一の式内者であった。鳥居前には、河内と大和をつなぐ行起道が通じており、 古くから信仰を集めた。官営期にはこの地の領主、長井直政が数形していた観光を合詞し、以降は天魔宮と称していた。明治5年に孫社に列格した。社殿の近くにマムタ包みの一部が残り、その上に樹齢500年以上のクスノキが生えている。昭和の初期まではマムタ包み跡がもっと長く残っていたが、宅地開発により削られていった。 当社宮寺の奔走により、昭和48年3月29日に、大阪府史跡、デンマムタ邸に指定され、一部が残された。祭人は、天寺皇大臣、須佐能ー神、大名ーナムチ創建の年代は不詳であるが、文禄3年の県知町に比江島、総裁に村の氏神として、三能宮と記されている。 三能の社名は、大名口の宇人を祀ることによるものとみられる。京法十年の県地町では、八義大名神となっており、これは、須佐のおの神を祀ることによるものとみられる。原文三年の文書ではこれに、天照大臣を加えた三座を祀ると記されている。明治十二年の北川地軍神社財産登録では、社名が、両村神社となっており、祭神は、 アマテラス大臣一座となっている。社名は仁村の氏神であることによるものである。明治41年、式内、包み込神社の公営であるとして、包み込神社に改称した。式内社であることを示す資料はなく、式内社を名乗ることで、当時盛んに行われていた神社合祀を免れようとしたものとみられるが、同年8月に、合社三島神社に合祀された。 昭和21年に三島神社から独立して旧地に復興された。ありがとうございます。